はい、どうも皆さん、こんにちは、クロウシです。久しぶりにね、今回は、LMG を使って動画やっていきたいと思います。MG15 の軽量を使ってやっていきましょう。ということで、ちょっとね、久しぶりですね、LMG。あんまり LMG を使う機会がなくて、最近。結構ね、最近あんまりね、このゲームを遊んでないっていうか、いや、なんだろうな。別の意味で遊んでないんですよ、最近。やるときって大体自分、なんかガチでやるっていうか、なんだろうな。全くなんだろう、遊ばない感じでプレイしちゃうんで、あんまりね、ネタ武器っていう部類のね、ネタ武器っていうか自分が使い慣れた武器が使わなくなってしまったということで、まあそれのせいでね、ちょっと最近、自分の武器のレパートリーがかなり少ないんですけど、まあ、止まった。なんで今、PC が一瞬フリードした。何かと思った。クソロースペック PC。しっかり来るんじゃね。ん？あれ？どこ行ったんだあいつ。下のそこに。MG15 はね、やっぱりまだまだ強いね。ああ、いなかった。ここだね。オッケー、うまいね、今の。下打ち。やば。痛い。危ない。でね、まあ、なれ、ね、そういう感じで、最近ね、コンクエストが行くにしても、まあ誰か、まあ、例えば、まあこの間だったら、モントさんの付き添いっていうか、配信が非常にあるから、ちょっと頑張ってやろうかなとかして、結構ガチでやることが多いので、あんまりね、変な武器使わないんですよ。やって、なんだろう、普通に KD 当てたい人は絶対 MP じゃ使わないですか。あ？何なの？MP じゃ絶対使わないですからね、普通。で、普通に考えたらマチコとかヘルリデル使えば絶対勝てますし、まあ1-8はワンチャンあるかな。けど他の武器は絶対使う利点ないし。だから、まあ基本的に使う理由のない武器は使わなくなっちゃったんで、そのせいで最近ちょっとね、そういうなんだろう、動画にもそういう影響が出てると思うんですけど。なんでね、動画にも少なくとも影響が出てます、最近はね。最近は。あとはね、若干 PBG が楽しくて PBG やっちゃってますね。芝居的にはしばらく。あー、クソバレた。PBG やっぱ楽しいんですよね。なんだろうな。1キル1キルの楽しさが違うんですよ。他のゲームよりね。この BF とかはもう1キルとかは、はい、はい1ダウン、はい2ダウン、3ダウン、みたいな。感じでね、すごい適当な感じじゃないですか、こんなのとかね。PBG、うわ、刺してくるんかい、お前一回刺してたの、ずっと。見てなかった。音は聞こえたんだけど、上かなと思ってた。下だったね。あ、上取ったのが味方さん、ナイス。で、まあ基本的にそういう風にガチでやることが多くて、まあ、とか、PBG とかであんまり時間を割いてなかったってこともあって、ね、ちょっと武器になれてないんですけど。まあ、それでね、そろそろ方針についての話をしたいなと思うんですけど、動画のね。はっきり言って現状、なんだろう、武器の解説とかと言っても、は？なんだこいつ。武器の動画とか言っても、大体、なんだろうな、もう、ありきたりといえばありきたりだし、もう大体自分1周以上やってるかな。まあ、スナイパーがちょっと少ないけど、まあ、自分の場合スナイパーほとんど使ってきてないんで、これまで。っていうこともあって、スナイパーの経験がほとんどないので、スナイパーの動画を作りづらいんですね、自分の場合。まあ、人様にさ、参考にしていただけるほどの、プレイができないので、自分は SR に関しては。他のね、まともなアサルトとかで言えば、まあある程度は、まあなんだろうな、説明できることあるんですけど、まあ SR に関してはもう、少しもないので、そういうことが、そういうできる点がね。なんで、ちょっとね、申し訳ないんですけど、SR はちょっと、勘弁してください。できないです。ショットガンだ。ショットガン多くね、なんか。気のせいかな。さっきから2回ぐらい脱げショットガンで死んでるような気がするんだけど。気のせいかな。多分。あさってんだけど。下いますね、ってことは。でね、だから今後のね、動画をどうしようかなって。何回もなんか焼き増しになるじゃないですか、あっきり言って。まあ、いくらね、パッチで武器の弱さとか強さが強くなって弱くなったと言ったところで、やっぱり、
まあ武器自体が大きく変わったわけじゃないから、まあある程度はね同じですし、まあ、弱いから使うなとしか言えないですしね。それだと。まあ強くなったらちょっと紹介できるけど、まあって言ってもまあちょっとの変更ぐらいしかないだろうし、ということでね、はっきり言ってもう B1 にネタがないって、お、ちょっと待って、何これ。B1 にネタがないって言えばネタがないんですよ。なんで、ちょっとね、その辺はちょっと安定とかなと。何かに特化して、その動画を上げ続けるのか、とかね、どういう動画を上げたらいいかをできれば教えてください。なんかあればでお願いします。まあ、なかったらいいんですけど。なかったら、まあ、しばらくはこういう感じの焼き増しスタイル。まあ、言い方悪いですけどね。を、まあ、しばらく続けて、ちょっと様子見ようかなと。なんかあればそっちに乗り換えるけど、まあ、なかったら、まあ、そのまま行こうかなと思います。まあ、今んところ自分の考える中で考えたものとしては、ゲームルールの変更、チームスマッチからコンクエストに移動しようかなと。でもこれをすると自分の編集量がとんでもないぐらい増えちゃって、まあ、なんだろう、動画として見にくくなる可能性があるっていうことだけ言っておきます。チームスマッチにしてる理由っていうのが、まあどうして毎日更新するなんて自分も普通にやっぱりゲームする時間もあるので、時間が無限じゃないんだよ。あー、じゃあ流れた。まあゲームする時間やっぱ無限ではないので、ちょっとね、時間的な問題でどうしてもクオリティの低かったりだとか、なんかまあ今は高くはないんだけど、なんかより一層自分の話にキレっていうかね、なんかすごい切りづらい話になったりだとか、特に撮影も長時間になっちゃうんで、どうしてもね自分のトーク的な面でも、なんだろうな、なんかすごいなんか良くないとか出ちゃいそうっていうか、起こりかねないので、まあ正直個人的にその点を置いてチームスマッチをやってるという点があるので、自分昔コンクエストばっかりだったんですよ。これでも一応でもその長い間自分は話が続かないなと思ってやめたんですよ、そのコンクエストスタイルを。なのでチームスマッチに移動して、まあ軽く10分程度、10分からは長くても15分もかかないぐらいで、まあ終わって、はい、お疲れ様でしたっていうのが、まあ一番ね、編集量も少なくていいんで、動画が作りやすい。自分の話も持つ。ぐらいで結構いい感じの長さだなと思ってて、チームスマッチやってます。ので、まあ、なんか、そういうね、なんか意見とありましたら、ぜひとも教えてほしいです。正直今ね、BA ファンもやることがないとかいう状態で、あー待って、バイボタン出られた。BA ファンもやることがない状態で、本当にネタ的な問題でも困ってるところあるので、ちょっと。何かありましたらお願いします。はい、ってことで、今回は MD15 使ってやっていきました。まあこんなところですかね。はい、ご視聴ありがとうございました。